どうも、大西裕次郎です。今回は超久しぶりに車中泊をやりたいなと思っております。夏は暑いし、冬は寒いし、車中泊するには秋がぴったりなんですよね。今が一番いい季節。遠くに行くのもね、大変なんで、今回は家の駐車場で一人、おっさん一人、秘密基地、車中泊やりたいなと思っております。お付き合いください。これ顔の運動です。顔の変顔したいわけじゃなく、ただの顔の運動です。はい、まずは買い出しにやってまいりました。鶴屋さんですね。鶴屋に来れば何でも揃います。鶴屋さえあれば、つるつるつるっとつるつるりん、つるつるつるっとつるつるりん。はい、忖度抜きで今一番食べたいもの、飲みたいものを買ってまいりました。今夜はこれで車中泊。さあ、これで車中泊をしちゃうよ。車中泊をしちゃうよ。社長が車中泊をしちゃうよ。社長の車中泊。なんてな放送局。なんてな。ということで車中泊始めます。だいたいこんな感じですね、いつも。これがモバイルバッテリーですね。で、寝袋とテーブルね、あと食材、飲み物関係からの、これが IH コンロですね。で、こんな感じ。ちょっとね、照明がこれだと暗いので、さらに、これでね、どんななってんだ、もつれて。もう釣れてるじゃん。できないよ。だったら。もう釣れてる。取れない。取れた。できた。首を切るでしょ。でもって、これも。できないじゃん。あ、そうか、こういうことか。こういうこと。こっちに回してからの、ここに入れるわけ。はい。知ってるし、別に。俺知ってるし。俺知ってたし。そんなの。しっくり。これがどうです。で、ここにね、これをつけるね。邪魔だな。なんだっけ。ちょっとあるか。こんぐらいあるか。うん。こいつで持っていい？電気を。あん。いいじゃん。これがあるのと何だろう、何違うの。明るい。よし、出た。
まずはちょっとね、開式の儀、車中泊開式の儀で一杯やりましょうか。いっぱい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 。よし、何を買ってきたかと、モウシーマスとモウシーマスと、はい、これ粗挽きウィナー、ソーセージが大好きだからね。これ鶴屋のオリジナルなんですよ。鶴屋って書いてある、ここに UFO 派なんすよ。カップ焼きそばは UFO 派なんすよ。昔からペヤングじゃなくて UFO、 ユージフォーってぐらいね。おいしい、ユージフォー、おいしい、ユージフォー。よし、じゃあこれでいきますか。いきますかい。お腰につけたブラン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 振っていきますかい。あ、テレーニャン、鍋でしょ。美味しそうそう。おい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 、俺の、おい、大好き、みんな大好き。まあそんなことやってる間にね、いっぱいやりましょうよ。でれーん、キリン秋味、秋味でしょ。ビルトコイだよ。ああ、秋、うまっ。竹城か秋元直美か、シュークライソするな。秋だな。ちょっとサムネを撮っとこうか。サムネ用に、あー来たよ、ぐずぐず来たよ、ぐず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 、煮えたかどうだか食べてみよう、煮えたかどうだか食べてみよう。こちらです。夜な夜なエール、これも秋っぽいでしょ、色味がクラフトビールね。これで腹びくりないじゃん、絶対絶対合うじゃん。そんなの絶対合うじゃん、そんなの絶対だよ、絶対だよ、そんなの絶対合うもん。しね、よなよなだかへなへなだかふにゃふにゃだか知らんけど、ふにゃちんだかなんだか知らんけど、よし、ということで
ソーセージ、俺のソーセージ、俺のソーセージ、聞いてみよ。やべ、テンション上がってちゃった。だんだんテンション上がってちゃった。うわあ、うわあ、うま、逃げてる、うま、うまい、うまい、うまい、あ、はあ、あ、はあ、夜な夜で洗い流す、洗い流す、洗い流しますパーランドだわ。うまい、マジで。これにねマスタード、マスタード、ウィンナーにマスタードーション、マスタードーションです。最高か。最高傑作なのか。秋の男の一人時間。ソーセージをね、マスタードーションする時間が必要なんですよ。ねえお子さん、必要でしょ。お子さん、このお湯、沸かしたお湯の。お湯な、このお湯な、な、お湯な、これこれで UFO、 UFO ジローを作っちゃうわけよ。これ作っちゃうわけな、だろ。さすがにまず、何これ、え、何これ、なんなん、え、知ってた、え、何これ、え、え、何の絵画、何の絵画描いてんのこれ、描かれちゃってんのこれ、嘘っす、怖いんだけど。なんで急に何の説明もなくなの？絵画な？え？なんで何の急に説明もなく印象派の絵画な？印象派かどうか知らんけど。そういうの知らんけど。急にこんなん出てくるよ。わかる？ UFO の皮むいたらさ、普通にな、 UFO のな皮むいたんやん、わしな、何も書かれておらんのな、 UFO の皮をむいたんやん、わしな、そしたら急に貝が出てきたんやんな、え、意味わかる？意味わかる人教えて。何の説明もなく印象派の絵画が出てきた理由を分かる人教えて。印象派かどうか知らんけどさ、知らんけどさ、なあ、なあ、なあて、なあ、そうやんな、お前そうやんな、お前昔からそうやんな、
まあ、昔からだよな。酔っ払ってきたな。酔っ払って笑いました。うん、バイトル。バイトルンで入れる。お湯入れる。わし、お湯入れる。わし、お湯入れる係。おい、湯漏れとるだろ。湯。湯漏れとる、湯が。湯。だいぶ酔ってきたな。こんな酔ったらあかんぞ、一人で。よし。いやお、お湯に入れる湯。ぴったり。いいじゃん。で、蓋をします。これ蓋できるタイプかしら。アイロンできるタイプかしら。アイロンできるタイプ。アイロンができるタイプです。OK。アイロンができるタイプです。OK。回して、アイロンができるタイプです。OK。いや、UFO だよな。やっぱ UFO だよな。ユーフォニアムだもんな。ユーフォニアム。なんだっけ、ユーフォニアムって。知らねえけどさ。ユーフォニアムじゃん。知らねえけど。いや、楽しいな、おい。え、嘘でしょ。こんな楽しい。ウィンナー考えた人誰？ドイツ人？え、ドイツ人のドイツ？ドイツ人の中のドイツ？考えたな。ドイツ人は分かった。うん。ドイツ人は分かったよ。うん、シャブエッセンとかいろいろ言ってるから。うん、ドイツ人ってのは分かった。うん、ドイツ人の中のドイツ？ドイツ人の中のドイツって話よ。ドイツやん。な、その天才。鍋に捨てる。便利だろ？おう？便利だろ？ん？便利だろ？なんだっけ？なんだっけ？よしよしよし。ああ、昔から変わらないこの UFO のソースの匂い。いただきます。久々。久本ぐらい久々だよ。馬4です。さすがプロユーフォニスト。こう麺の茹で加減、ソースの絡ませ方、粉のこの均一感、完璧。うん、これぐらい上手に UFO 作れるの。5年10年じゃ難しいからね、言うて。うん、うん、うまい。デザート的に買ったキリンスプリングバレーシルクエール、まあクラフトビールの白ビール、ホワイトビールってやつね、いわゆるね。はい、クリーミー。はい、クリーミー。 あ、はい、クリミウマミーです。クリミウマミー。締めに行きたいのがこちら。突き抜ける辛さ、激辛辛ラーメン。こいつをね、締めに行きたいなと思います。
いいやん。なんか秋の虫が鳴いてて、何の虫か知らんけど。ということで、激辛辛ラーメン車中泊でノーリアクションチャレンジだっ。ノーリアクションだっ。よし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 、どれ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 、ふふー、また車中で食べると雰囲気違うね。ほうほう、ほうほうほう。うん。ほうほうほう。なる。ほうほうほう、おいしい。これはおいしいやつだぞ。暑いけどね。入ったとこ入ったけど、入ったとこ入った。ええだとこ入っただけだけど、ええだとこに入りやすいタイプだこれ。ええだとこに入りやすいタイプのやつだこれは。いや、びっくり、ちょっと変なとこ入ってびっくりしちゃったけど、そういうやつか、そういうやつか。変なとこに入っちゃっただけで全然辛くはないけど、変なとこに入りやすいやつだな、わな。結構。最近、あれだ、だから、一番入ったとこに入りやすいタイプのやつだからさ、気をつけないといけないからさ。最近やったみたいなやつだから、一番、変なとこに入りやすいダメだな、これ。
べえ。あ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 あ。いいよね。もういいかな。近くにあったら出るか。どうだ。いいよね。いいよね。いいよいいよ。うん。いいよ。いいよもうこれは。これでいいと思うよ。いいよいいよ。最近の中で一番いいようだね、これ。一番のいいようだわ。最近の中で。一番のいいようだ。おい。ちょっとね。ちょっと。ベロが熱くなっちゃったんで冷やそうかなと思ってね。レディーボーでコーヒー味になって、これでベロをね、冷やさないと。熱い、熱いからな。うん。うん。ああ。うん、おいて。レディー、ボーデン。レディー、ボーデン。レディー、ボーデン。オッケうん、夜中にねおしっこに起きましたけど、すぐトイレ行けるんでよかったです。これちょっとね、見てください。これちょっとアイディアだと思いません？この後ろのバックドア、これをこの中間ぐらいでペグで打ち込んで、こうすることによってね、向こうお隣さんとかご近所さんからの目隠しにもなるというね、タープ代わりに。してみました。じゃあまた安定のソーセージ目玉焼き胡椒少々。朝はやっぱり目玉焼きだよね。とろけるチーズ
ウインナーエッグチーズ、エグチーですよ、エグチーズ。わからんかな、ほら、あー絡んじゃった、包んじゃったよ、包んじゃったね。じゃあ朝は モーニングレモンサワーですが、ノンアルです。ちょっとまだね、この後出かけなきゃいけないんで、朝から本アル飲むわけにはいかないんで、ノンアルのレモンサワー、気分だけです。おはようございます。朝だからね、静かに。やはりこれでしょ。よいしょ。モーニング天玉そば完成ですよ。まこちゃん、ということで今回はね、お手軽お家で車中泊やってみました。口笛出ちゃった、ヒューってし、ヒューヒューだよなっちゃった。準備も楽だし、忘れ物あったらすぐ取り替えれるし、おトイレもあるし、おすすめです。